サンマルコ広場南側の運河から見た首郎さん、マルコの首郎は、ベネツィアのサンマルコ広場にある首郎。日本では単に、首郎もしくは、ベネツィアの首郎と言われることが多い。ベネツィアにある、観光名所の中でも特に有名であり外の、シンボルとされている。高さは98.6メートルあり、サンマルコ寺院の前の角に、単独で立っている。 下半分はシンプルなレンガ作りになっており、その上部にアーチ型の金貨があり中に5つの金がある。金貨の上にはベネツィアを象徴する歩行中のライオンと女性の形がかたどってあるレンガ作りの壁があり、皿のその上にピラミッド型の戦闘が載っている。この戦闘の頂上にある金色の像は大天使ガブリエルを模したものである。 首楼は1514年に現在の形で完成しているが、1902年に崩壊したため現在サンマルコ広場に建っているのは1912年に再建されたものである。最初に首楼が建てられたのは旧世紀のことであり、当時のベネツィア共和国総督のピエトロ・トリブーノが現在のサンマルコ広場の位置にあったドックの見張り台として建設しようとしたものであった。 建設は12世紀のドメニコモロシーニ総督時代に、官僚司下部は、ドゥカーレ宮殿の警護兵のための兵舎の一部としても、使用された。16世紀にこの首郎は1489年の火災や1511年の地震による被害を受けた、ことによる大幅な修復がなされ、ジョルジョ・スパベントやバルトロミオ・ボンの指揮のもと大理石で、できた。 金貨や金箔を貼った木製の大天使、ガブリエルの彫像が加えられ、1513年7月6日に、現在の形の手狼として完成した。その後も改修は続けられ、1653年、相次ぐ侵略による火災により、損害を受けた手狼の補修が、バルダッサーレ・ロンゲーナによって行われ、1745年には、 火災によりひびが入った石細区の落下で数人の死者を出したことから再び大規模な修繕が行われた。そして1776年に塔に新たに平井針が設置され、1820年には先端の大天使ガブリエルの彫像が新しいものにすげ替えられた。しかし1902年7月首郎の北側に入ったひびの影響で首郎は完全に崩壊した。 隣接する弊社や山蘇美の図書館の一部も、この崩壊の影響で大損害を受けたが、幸い死者は一人も出ずサンマルコ寺院も、被害を免れることができた。議会はその日の晩までに50万リラをこの首労の再建に充てることを決め、将来的に予測される再崩壊を防ぐために、党の内部を強化させることとなった。 この再建工事は1912年まで続き、4月25日のサンマルコの日に新しく開業した。この手楼は、全世界で、塔や高層ビルのデザインに大きな影響を与え、その例として、オーストラリアのブリズベン市庁舎、ニューヨークのメトロライフタワー、デンバーのダニエルズワンド、フィッシャータワーなどが挙げられる。また、カリフォルニア大学バークレー校にあるササータワーは、 カンパニーレという愛称で親しまれている。ベネツィアをテーマにした大型リゾートホテルで、ラスベガスにあるホテル、ベネチアンやその姉妹ホテルで、マカオにある、ザ・ベネチアン・マカオにもこの首労を模した建物が、ベネツィアの象徴として建てられている。また、シカゴ万博から第一次世界大戦までを描いた2006年のトマス・ピンチョンの小説。 アゲンストザデーにも1902年に起こった城の崩壊が航空船の被害という形で登場する。城の金かには5つの鐘が設置されているが、それぞれの鐘は名前が付いており違う役割を担っていた。金室までは地上からエレベーターが通じており、8ユーロで登ることができる。金室からはベネツィアの360度の景観を楽しめるが、 時刻によっては見学者の耳元で鐘が鳴り響くことがある。ありがとうございます。